はい、では続きからやってまいりましょう。前回は謎の草マンドレが、臭い花になってしまったというところからですね。まあ、とりあえずこの船を全部回ってからだな。結構広いよな、でもな。全部回りきれる。わー、なんだこいつ怖っ。チャンピオンじゃん。ゴーリキー。これが噂の。服買ってもらえ。ゾゾで。俺の相棒ゴーリキーはごっつい力持ち。すごく重い岩だって軽々動かせるぜ。はあ、なるほど。確かに強そうだな。格闘タイプなんだろうね。どんどん、どんどん部屋見っちゃう。君は？あ、船乗りに喧嘩はつきものだ。やるか。やってやろうか。船乗りがなんぼるもんじゃい。水タイプだろう、どうせ。船乗りの大輝。大輝は何を出してくるのかな？ヤドン。あー、見たことあるな。信じくれたおばさんのところにいたやつだ。水なのかな。まあ水だとしたら、ちょっとマンドレの様子見てみようか。マンドレ行け。行っておいでマンドレ。ちょっとだけ声出したな。ん、何使ってきた。鳴き声。攻撃力が下がった。なるほど、その程度だろう。葉っぱカッターでバチバチに刻んでやりなさい。あ、効果抜群だけど半分もいかなかったな。鳴き声で攻撃力が落ちてるからか。厄介だね。じゃあ、まあ、押してってもいいかな。このまま押してっちゃおうか。鳴き声以外の攻撃があるのかな？ヤドンは。念力！エスパー系の攻撃か。効果抜群。なるほど。やっぱ毒なのかな？毒に念力が効いてる気がするんだよね。多分そうだと思う。メモっとこう。多分草ってことはないと思うんだよな。吸い取っちゃおう。体力減ったから。よいしょ。よーし。やったね。回復もする。なかなか安定して強いな。113経験値、94経験値。いいよ。おし、いい勝負だった。男らしいね。船乗りは男らしい感じで。描かれてるんだな、この中では。さて、お次は。お、なんかボールいっぱいあるじゃん。工事する人みたいな人がいるけど。あ、襲われた。なんだよ、こういう元気な子供。俺は、うわ、怖っ。こういう元気な子供俺は好きだぜって言いながら近寄ってくる。工事をする人、修理工。恐ろしい。電気屋の親父の高俊。電気屋なの？そうなんだ。ってことは電気タイプかな？コイル。ああ、いいなー、コイル。かわいい。電気は、シンジ武田の方が弱点っぽいから、アース的な、あ、そうか、それで土試して、あ、違う、草試してみたいって思ったんだ。ちょっとじゃあ、宮部くんを出して、電気技に対しての耐性を見てみよう。行っておいで、宮部くん。キーパー。体当たり違うだろう、お前。そうじゃない。そうじゃないぞ。電気の技を使え。パン！その上のちょっと尖った部分を。体当たりしかしないな。こっちの攻撃もそんな効かないね。宿り木の種で回復しつつ戦おう。体当たり。だけど、吸い取って、47から、おお、4回復か。いいね。じゃあ、あとはもう、鶴の鞭で、
相手のてっぺんの出っ張ったネジを叩いてやろう。どん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 。体当たりしか持ってないのか、こいつ。あ、急所当たった。そうすると、この電気屋の親父の、あれだよね、育成ミスだよね。電気屋なのに、逆に電力に対してのなんか思い入れが強すぎて、電気なんて危ないものを使わせられないみたいな感じになってるのかな。やりました。あー、かわいいなー、コイル。116経験値。いいよ。あ、またコイルが来る。どうしよう。もうちょっと様子見ていい？もうちょっと様子見よう。宿って、これってひょっと、ああ、これも確認しときゃよかったな。種を植えつ、でも種を植え付けただから、永続で永久にここに植わってるわけじゃないよね、多分な。で、こいつまた体当たりしかしない？次も体当たりだったらもう無視するぞ。お前のこと。はっ。ああ。ああ、ダメだ。ダメだね。そうですか。体当たりばっかか。えい、負けたぜ。よし。結構お金持ちだな。そのまま、元気な大人になれよな。結局、いいやつでしたアピールやめてくれ。PPA だ。いいよ。よし。広いなぁ。あ、また襲われそう。あー、襲われる船乗りに。船乗りなんで客室いるんだよ、そもそも。よく考えたら。違うだろう、客室にいるもんじゃないでしょ。働くもんなんじゃないの？達郎。判明は？コダック。なるほど。水タイプ。水タイプだから、ま、草出しとけば、オッケーでしょう。宮部くん。宮部くんもレベル上げて20ぐらいは保っておきたいけどな。尻尾を振るか。攻撃力が下がるんだっけ。防御が下がるのか。よし、覚えました。宿り木の種で体力を回復しながら戦いましょう。あ、念力か。ああ抜群だな、それは。そうか。念力持ってるんだ。コダックって。そうなると、マンドレも出せない。靴下も出せない。シンジタケではレベルが負けてるから、じゃあピカスケか。ペルージャーはノーマルなんだよね。行っておいで、ピカスケ。念力むむむむむ。普通に痛かった。でも回復しちゃう。これ強いなあ。宿り木の種いいね。だいぶ回復した。バチバッとこう。バチバッとこう。やる。やる。やあ強い。これが抜群だ。あー、かわいそうに。さあ、続きまして。ニョロモ。ニョロモってなんだろう。ちょっとさ、ペルージャのパンチ見ていいかな。これを機に。ペルージャなんか可愛いようで可愛くないよね。バランスがなんか悪い。もうちょっと顔が大きくてもやっぱ良かったのでは？おたまじゃくしだ。水だな。挑発、猫に小判、フェイント。フェイントって何？守るを使っている相手に攻撃ができる。守りの効果を解除させる。ほう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 。
相手を怒らせる。3ターンの間、相手はダメージを与える技。あー、特殊な技ばっかやってくるには、挑発がいいのか。先制攻撃で相手をひるませる。戦闘に出たらすぐに出さないと成功しない。じゃあ、今、猫魂が効くってことなのかな。猫魂。パッ。相手のニョロモはひるんだ。猫が猫魂をするっていうのも。どうなんだ。まあでもこの猫魂で先制が取れるんだね。なるほど。で、まあ水だから、いや、草でいいな。念力使ってくるかな。なんか使ってきそうな感じあるけどな。あの、お腹のぐるぐる。催眠術とか使ってきそうだけど。マンドレで。水鉄砲。効きませんよ。では、葉っぱカッターで。はたく。ああ、尻尾ではたく。ちょっとかわいいじゃん。ニョロモ。おたまじゃくしだからカエルとかになるのかね、ニョロモって。ちょっと、なんか、グロい感じになりそうな気もするけどな。よしよしよし。あ、みやびくんがレベル20。いいね。なかなかやるじゃねえか。よしよしよし。この船はもう戦闘ずくめなのかな。いい傷薬。いいね。俺たちのポケモンは海に出た時に自分で取ったものばかり出せ。なるほど。海に出られれば、海ポケモンが手に入るということなんでしょうか。あ、釣り人。襲われる。海のものとも山のものともわからない新入りさん。はい。私が持っているのは海のものばかりです。お、弱点を自ら避け出した。だがね、海戦山戦って言葉があるんだよ。教えてやろうか、和彦。そのことわざの意味。ポサキンと、あの、綺麗な金魚だ。信じたけだ。2匹いるな。ポサキンと、念力使うかね。もうピカスケでぐんぐん抜いてっちゃうのもいいかな。ピカスケでぐんぐん抜いてっちゃおう。シンジ戻れ。笑顔だ。尻尾を振る。はいはい、かわいいね。防御は下がる。だけどもうそういうの関係ないから申し訳ない。あーこの技、よう、ぶっ壊れてるなぁ。まあまあ、しょうがないね。でも、体得してしまったからな。タッツ、タツの落とし子なのかな。まあ、そのまんま行こう。おー、かわいい。大きくなったら竜になる。こいつも、ギャラドス、なりそうだけどな。そのまんま。そのまんまバチバチアクセルで。うわー強い。はいはい、残念でしたな。お、靴下がレベル20に上がりましたよ。いいね。釣り逃したよ。釣ろうとしてたのかい。そうはさせないけどな。あなた、任したら釣り人の付き人にしようと思ってた。あ、俺のことか。釣り逃がしたって。なるほど。お断りです。さて、あ、これでとりあえず、地下の戦争は終わりか。あとはじゃあ上だけかな。よしよし。しかし、ずーっとここに立ってて何やってんだろ、こいつ。何しに来たんだろう。ただただ乗りたかっただけなのかな。さあ、上にやってきて。この船は世界各地のポケモントレーナーが乗ってる憧れの豪華客船。港に着くたびに招待されたトレーナーと交流パーティーをしてます。なるほど。わあ、結構やっぱ広いぞ。これは骨が折れそうだ。おら、世界中を旅してきたが、眠ってばかりのあいつを見つけた時は本当に呆れた。とびきり大きくてまん丸なポケモンだった。そういえば、なんか、一個前の街で、
寝てるなんかが道を塞いでるみたいな話があったけど、その話かな。お、俺が釣った自慢の魚を見ろ。いいよそういう魚卓で見せてくれ。高文コイキング、また跳ねてるだけでしょう。信じたけど、コイキングレベル18ってなんか高いけど、やっぱり跳ね回るだけなのかな。宮部くんで体力回復しよう。申し訳ないけどね、回復に使わさせていただきますよ。あっ、攻撃してきた。そういうこともできるんじゃん。でも大したことなかったぞ。体当たり、おお、ちょっと迫力があるな。さすがに覚えるんだね、レベルをちょっと上がってれば。どんぐらい回復するかな。4か、微妙だったな。あーでもずーっと体当たりかこいつは。でも4しか減る。あー強っもうまな板の上だよ、ほんとにかわいそうに。経験値少な、これだけ？もう空っぽなの？お前、コイキング一匹しか釣ってねえじゃねえか。何を偉そうにしてたのか。パーティー？戦場パーティーはもう終わった頃。ああ、そうなんだ。来るの遅かったかね。おっと？ゴミ箱を見ている老人が。なくしたものはそこには入ってませんよ。細い木なら達人、秘術、毛下げりで切り倒せる。ああ、それは聞いたことがあるが。人間を乗せて水の上を走るポケモン、見たことあるあるよ。なるほど。中国の人をイメージしているのかな。続いての部屋は、わー、絶対一匹ずつ襲ってくる。一匹って言っちゃった、老人のこと。ジェントルマン、若者との勝負こそ人生の楽しみ。余暇、余生を楽しんでるね。ジェントルマンのスミスが勝負を仕掛けてきた。ポニータ。ああ、馬だ。ギャロップになるのかな。だからね、あの、さ、ポケモンクラブハウスみたいなところの後ろに飾ってあった馬になるのかな。まあ、見たところ火だよね。火ってことは、だからこのまんま、新次武田で押せるのでは？熱湯を浴びせ続けてやれ。あ、電光石火、なるほど。いってえ、純粋に普通の攻撃が痛い。15減ってないよな。15多分減ってないから、このまんま押せるはず。電光石火、うわー、2位怒った、ギリギリ。いいぞ人事だけだ。オニータを熱湯を浴びせてやったね。よし、レベル16、いいよ。お、攻撃が1上がった、さらに。いいね。あー、ピカスケがレベル22にどんどん成長していく。いい勝負、若返るようだ。よし、15年前なら私が勝っていただろう。ほんと？ 15 年前でも結局戦うのはお前じゃないんだぜ。回復して、あー、傷薬じゃもう満タンにならないんだね。もう一匹のジェントルマンが、なんで、この二人は、老人二人同士で、この部屋一つに泊まってんのかな？一体、連れ添いなのかね？長く連れ添ってるのかな？ま、いろいろあるもんね。強いポケモンと珍しいポケモン、どっちに価値を感じるかね？強いとか珍しさとかじゃないんだよ。愛情ってのはそういうところから生まれないんだ。パーカー。パーカーがよ。ピーター・パーカーが3度を繰り出した。なるほど。うちにも3度はいたが、今控えにいるな。愛情がないのかな、俺。まあいいや、熱湯ぶっかけてやろう。おい！おー、一発！さすがに強い。あーはー。89経験値。
やるものだね。2160円。お金持ちですね。私は珍しくて強いポケモンが欲しいね。ほら、そういう、もう収集じゃん。コレクトアイテムとしか見てないもんね。金の玉もらっちゃうよ。だから、君たちの金の玉は、もらっていくからね。楽しみが一つ減ったかもしれないけど。ここは襲われなさそう。赤地区シティゴーパーク行ったことがあるかね？あそこは珍しいポケモンがたくさんいた。いらないな。パパも僕もゴーパーク大好き。また遊び行きたいな。なんだろう、ゴーパークって。なんか、アトラクションがある的なところなのかね。船長さんみたいんだけど、具合悪いんだって。真っ青な顔してたよ。ほうほう。結構多いらしいわ、船酔いする人。え、船長が船酔いしたっていう話なの？そうするともう、船長を任せたその任命責任とかも問われてきそうだけどな。お、ああ、しかし、いつの間に先回りしていたのか。こっち。なんだよ、すげえ笑顔だな。この部屋、船長室だった。船長さん、秘術って、お、秘術を教えてくれるんだ。船酔いでぐったりしてたけどな。船長さんに会いに行く前に、どのぐらいポケモン育てたか、俺見てやろうか。おい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 、なんだ急に襲いかかってきて。いきなりだな、スカシ。何を繰り出してくる？ピジョン。はいはいはい、空飛ぶポケモンね。スカシ3匹いるんだな。まあでも、空を飛んでるならピカスケで。ええええ。もうガツンの軍ですよ。はい、ピカチュウ。はい、かわいい。砂かけ。ああ、まあ、そういうね、そういう技を、やってくるわけですね。はいはい。だけど、もう、バチバチアクセルで。はい。はい、すかし。まず、1すかし。1すかししてしまいまして、次の2番手は何が出てくる？ああ、EV か。ここで EV なんだ。じゃあ、靴下で行こうかな。あ、違う。靴下じゃダメだ。格闘があるんだ。しまった。間違えた、間違えた、間違えた。ごめん、ごめん。やめて。最初は。あ、まだ大丈夫か。一発目は。うい。くそ、かわいい。そうか。格闘技があるから、そのまんまでよかったんだな。ピカスケで。草効かないから、マンドレでもいいな？マンドレでいいな？靴下進まねえ。でも経験値がもらえるからね、多くね。悪くはない。はい、二度蹴り。効かないぞ。うわ、かわいいな。ちょっと飛んで。ちょっと飛ぶんだな。吸い取っちゃうね。EV から。かわいさを吸い取れ！いて！噛みつくがあるのか。あー、ひるむ。なるほどね。そういう戦略か。やめてやめて！言いたい！うわぁ、どんどんひるむ！こんな可愛いのにね、噛みつかれたら、そりゃまあ、ああってなるよな。ひるんじゃうよな。うわ、ちょっとやめてやめてやめて！もうそれ一辺倒じゃん！ちょっと待って！そんなずるいよ！やめてやめて！何パーなの？あ、よかったよかった。結構な確率でひるむなぁ。もう効かないって分かってるから、噛みつくしかしてこないのか。もしれないね。このままだと自利品かな。一生噛みつくもんね。よしよしよし。ひるまなければ、回復ができる。よし。一回眠らせる？一回眠ってもらう？可愛いけど。よし！眠り粉！ブシュー！あー寝た！かわいいねー。めっちゃかわいくない？この寝顔。あー、なにー。でもちゃんと立ってるんだなー。あー、ぐーぐー眠っている。すげーかわいい。あー、眠っているところを吸い取ってしまう。もう、完全にこっちが悪だね。でもしょうがない。これも勝負だから。
吸い取れ吸い取れ、可愛さを吸い取れ、可愛くなれ可愛くなれ、いいのかすかし、そのまんまでお前吸い取られ終わるぞ。あっ、やりやがった、いい傷薬40回復。うわあ、ちくしょう。でもまだ寝てるぞ。それよりも起こしてあげた方がいいんじゃないか。ずっと寝てる。寝るのってどのぐらいで、あ、目覚ました。あ、目覚ましたらすぐ攻撃ができると。急所だったな。よしよし。じゃあもう一回寝てもらおうか。噛みつくねー、しかし。はい効くかな。ああかわいいなー。じゃあまた吸い取りますね。すげえ戦略だなー。もうお似合いだね、マンドレに。臭い鼻にお似合いの臭い戦略。いいよ。これにはね、さすがの可愛さでも太刀打ちできないものがあるからね。あー、目覚ました、早いな。さすがに耐性がついてる。あー、ひるんだ。でももうそのまま吸い取り続けろ。あー、やめて。よし、これで吸い取り終える。終えた。ふう、なかなかいい勝負だった。あー、かわいいなー。ペルージャがレベル17。どうしよう、ペルージャ別に育てなくてもいいんだよな。育てなくてもいいっていうか、どちらかというとガウディを育てたいんだよね。てかガウディ入れてくればよかったのにな。草は、あ、逆にピカスケで試してみるのもありかな。草に電気が通るのかどうか。マンドレ交代、よくやったピカスケ。ピカチュウ、謎の草。あー、やっぱ可愛いよな。この状態可愛いよね。バチバチアクセル。お、っ、今一つ。なるほど、電気に草は今一つ。妖怪液分かってきてます。草今一つ。あ、ちょっと待って、押しちゃった、メモってる間に押しちゃった。ごめん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 。でも急所に当たった。痛い。草はやっぱ火なんだよな。だから入れておくべきだったよね、ガウディを。どうしようかな。地面は弱い、岩が弱いのかな。ペルージャーで騙し討ちとか。ピカー、妖怪液どんなもん食らうだろう。まあまあこんなもんなら、まず猫騙しで一発パン、ひるんで技が出せない。そして猫に小判やってみよう。あー、お金です、お金の力。やったー、案外攻撃力あったな。よしよし。どうじゃいすかし。嘘だろ。お金ももらって、さらに85円、俺が落としたやつだと思われる。あるいはペルージャから出てきた85円。鉄塔って、なんか結構、なんでお前ちょっと意味深なんだよ。強いよな。いや、なんでもない。ちゃんと船長さんに秘術を教えてもらうんだぞー。もう、方向性がさ、スカシの方向性がちょっと、ずれ始めてるじゃん。よし。オッケー。ではその秘術とやらを教えても、わ、もう吐いてる、でっけえゴミ箱に。おえ、船酔いですっかりダウン苦しい。いいからその秘術を教えてくれよ。
スリスリ。スリスリ。ふう、ありがとう。だいぶ楽になったみたいだ。ああ、じゃあ、すかし、なんもしてあげなかったのかな。こいつに、船長に。なになに、君も秘術を教わりに来たのか。もちろん教えよう。さあ、君こちらへ。お、ピカスケに教えてくれるの？秘術をあいにく人、あ、人が使うんだ、秘術って。へえ。どうしても覚えてみたい？世界を旅したが、秘術を使いたがるポケモンは初めてだ。その心意気、あい、わかった。ピカチュウにとっておきる、お、なんか教えてくれるぞ。あ、それがその切るやつか？やーばさ、お前せっかく自分が植えて育てた。育てたお前、その木を切るなよ。細い木も切れるぞ。あ、やばい、サントアンヌが出発するって。そうか。じゃあ、早く見て回んないとな。でもこれで行けないところが行けるようになるっていうことなんだな。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あと見てないのが左の方かしら？こっちだね。お。なんだこの絵。シェルターみたいなやつだっけ？なんだっけな。貝のポケモン。船長は毛の達人、毛先りが得意。見込みのある奴にはその技を教えるって言うぜ。ほう。では、スカシも見込みがあると思ったのか。あー、これも、全部ポケモンの絵が飾ってあったのかな？ちょっと見逃してた。お！パーティー会場、ピッカー！あー、ピカスケどうしたんだよ。はしゃいでいる。かわいいね。ピカスケは船の先を見てみたいようだ。しょうがないな。連れてってあげるから待っておいで。まったくデッキ掃除は楽じゃないぜ。俺の親父、ポケモンは100種類いると言ってか。俺は、それ以上だと思う。151でしょ？知ってます。なあ、この世界、ポケモンは全部でどれくらい種類があると思うの？その話題なの。151です。違うのかな？パーティーもそろそろ終わるし、船の出発時間だな。うん。エリートトレーナーじゃない？うー、気持ち悪い。船酔いしたので風に当たってるんです。はいはい。さあ、船の先だよ。タイタニックごっこやる？タイタニックごっこ。ピー。鉄塔とピカスケは、どこまでも続く海を一緒に見渡した。ピカスケはとっても嬉しそうだ。今のでよかったのかな？ほら。お前も、マンドレも見な。マンドレは遠くの波を見つめている。よし。こんなものか。ちょうど行けなくなってるから、こんなものだね。なるほど。うん、うん、うん、うん。まあ、パーティーには間に合わなかったと。これもなんかのポケモンなのかな？全部、海に関係するポケモンの絵が飾ってあるっていうことかな？ちょっと横だから、あ、でも、同じやつだ。3、4種類しかないことが今、判明しましたね。お姉さん、回復してください。お休みしましょう。お姉さんと一緒に。パン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 。よーし。では、この覚えた秘術でいけないところに行けるのかしらね。あ！サントアンヌ号が出発する。ピカピカー。あのまま乗ってってもよかったような気もするんだが、降りるんだな。行ってしまったね、サントアンヌ号。なんか見慣れない格好をした人がいるな。通り過ぎられるけど、話しかけられる。ああ。女の子かな。わっ、すごい落書きだらけ、顔が。海を夢中でスケッチしてたら、船が出航しちゃったのですよね。大変。どうするの？そうだね。祭りかっていう名前なのか。しばらくここにいることにします。関東の海の色気に入ったのですよ。ほう。お、祭りかのフェアリーポケモンと勝負してみませんか？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。
フェアリーポケモン。何が弱点なのかわかんない。毒とかだろう。でも毒出すやつ、いねえんだよな。まあいいや、いいや、やってやる、やってやる。勝負だ。フェアリータイプの良さを知ってほしいな。フェアリータイプってちょっとわかんないんだよな。何が弱点なんだろう。ポケモントレーナーのまつりかが勝負を仕掛けてきた。プリン。寝るタイプだね。フェアリーか。眠らされそうだな、早速。あとなんか、エスパーを使いそうだから、エスパーは、毒だとすると、エスパー使ってくるとすると、マンドレとミヤベくんは出せない。ってことは、結局ピカスケになる。はい。うちのピカスケも、スケッチ書くがいいよ、うちのピカスケの。この可愛さ。歌う。これ寝ちゃうやつ?うわあ!やめてけれ!だから眠り覚ましみたいな、眠気覚ましみたいなのあるでしょ?あったあったあった。これも使っちゃうから。すぐ。すぐ使うから。よし。往復ビンタ!痛い!あっ!いやっ !3 回も往復された!この野郎許さねえぞ。電気効くかな?うん、まあ、そこそこ。やめて!痛い!痛い!こんな可愛い顔して、あんなビンタするなよ。もうでもこれで終わりですよ。はい!えぐかったぜ。よし。眠るは厄介だけど、まあ、道具さえ持ってればね、どうにか対処はできるな。バリヤード?でもまあ、フェアリータイプなんだろうな、多分な。わー、なんだこいつ!気持ち悪い!ピエロなのかな?二度蹴ろう、二度蹴ろう、こんなやつ。えい!あ、効かない!バリアードには効かない。リフレクター?なんだろう。物理に強くなった。なるほど。もともとじゃあ物理に強いやつだったのかな?バリアードって。10万ボルトで。うん!あー、まあ、そうでもないな。サイコウェーブ!いたた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 !それは痛い!やばい!このパーティー、その念力系にすごい弱い気がする。どうするー?これ。いや、ガウディとか、シンジタケダで抜ける気しないんだよなー。何に弱いんだろう。格闘は効かないことが分かったから、そうすると、絶対何かには弱いはずだよね。微妙に分かんないなー。ガウディ試してみようか。これでも一発食らって、あれかなー。サイコウェーブ!めっちゃ痛い。ちょっと待って、ダメだな。ダメだ!チリ品だ!これ変えてる間にやられちゃうな。どうしよう。マンドレー、ああ、毒だからな。一発耐えるから、二発耐えてくれれば、その間にピカスケを回復して、どうにかっていう方法を取りたいんだけどな。ちょっとマンドレー、一発食らう役として、すまん。サイコウェーブ!これすごいダメージかな。ん ?36、68だから、半分は食らってないね。じゃあ、いや、どうする?妖怪液効きそうだけどな。いや、でも、長生きはできないから、いい傷薬を、60も回復するんだ。なるほど。
いずれ攻めなきゃ得られるのは間違いないんだよね。いやでもこいつ 2発で落とされちゃうから、ちょっと毒使ってみよう。ここでサイコーウェーブ耐えるはず。さっきの感じなら耐える。ピンチでちょっと泣きそう。泣かないで。あー効果抜群だけどこんなもんか。特防が下がった。リフレクターがなくなった。ここは回復を一回入れましょう。いい傷薬で。あー60もったいないけど、いや背に腹は変えられない。いい傷薬使って回復して、前回まだ喜んでるサイコウェーブ痛い。35妖怪液。あーサイコウェーブが来た。いやー痛い。泣きそう。泣かないで。妖怪液よし。ふー強いなー。でもサイコウェーブが効かなかったのか、効果が抜群とかではなかったよね、マンドレに。ちょっとわかんないな、この辺。よしよしよし。HP が余分に上がるのはいいことですよ。めっちゃ経験値もらえた。いや、超強かったね、フェアリータイプのポケモン。祭りか。金の王冠もらった。やった。才能ありますよ。なんとも素敵だね、君と君のポケモン。そうだろ？実にナイスモチーフ。絵に描いてみたいな。描いてください。ぜひ。ハッシュタグ 3NS アートに絵をあげてください。お、また勝負しようよ、だって。望むところじゃ。あ？誰？何今の合図。あ、あそこにジムがあるんだ。ジムがあるけど木が邪魔で俺移動できないから分かるだろみたいな感じで挨拶された。絶対行きたくねえ、あそこに。一回とりあえず回復して、それからですね、お話は。あ、お金あるし、いい傷薬も買っとこう。ポンポンパパポーン。前編集してて思ったんだけど、一箇所行ってない方向があるなぁと思って、ちょっとそっちを見てきていいかね。これよりも前なんだけど、あ、こいつ捕まえとこうかな。ピジョン。あー全く捕まえられんが。まあ、しゃあなし。ここに来るよりもずっと前に、上の方に、右側に行けるところがあったんだよね。だからそこをちょっと見てみたい。あ、そういえばここ切れるんだな。秘術消さげりで切りますか？メガチューン！かわいい。あー、かわいいし、えぐい。よーし。あ、これで簡単に通れるようになったわけだ。いいね。この右上かな？こっち行ってないんじゃない？ああ、これはこれなのか。なるほど。じゃ、秘術消さげりで切って。よし。強いのかなあ。あ、ニドランだ。強いのかな。まだこれ来ちゃいけないところなのかな。一回だけ様子見てみようか。この子だけで。あら、ポケモン持ってるわね。カモだわ。うわ！こいつ！俺をカモだと言いやがったな。上等だ。思い知らせてやるぞ、アイミー。アイミーは、あー、かわいいのだなー。かわいいので来たな。レベルどんなもんなんでしょう。21か。ちょっと高いな。高めだ。EV にはもうピカスケがいい。可愛さ勝負。食べかじゃん。V。可愛い。EV がなんかやたらと出てくるね。ちょっと。可愛いんだよな。うちにも一匹 EV が欲しい。いや。砂掛け。
命中が下がるが、そんなの関係ないぜ。関係ないね。あー当たんなかった。あー尻尾振る。何そういうのしかしてこないの。やめてやめて、状態異常ばっかやめて。よし、当たるときは当たるからな。難しいよね、状態異常の使い方っていうのも。いいよ、次は誰だい。臭い花か。うちのマンドレと同じだな。花だからガウディで、レベル差がちょっと気になるけどな。まあ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 、そこはこの相性で乗り切るしかない。いけガウディ、かわいいぞ。なるほど、このあゆみも臭い花の魅力に気づく一人だったか。俺だけじゃなかったな。ひろこ、うん、抜群でこんなもんか。やけども負ったが、妖怪液、あ、すっごい痛いごめんなさい、すっごい痛いです。クモン入れ替えますね。毒と草だから、もうじゃあ臭い花勝負にして、やけどの効果で勝つっていう感じにしようかな。ちょっとレベル差っていうのもやっぱ大きいあれだな、一つの要因になりうるね。どうしても吸い取るも効かないんだよね。妖怪液、妖怪液同士か。でも吸い取った方か、どんぐらい吸い取れんだろう。よいしょ、臭い成分をどんどん吸い取れ。今一つだが、あ、全然今一つだったね。あー相手も俺の臭い成分を吸い取ろうとしているだが火傷ダメージ微妙な試合になるな。眠らせよう。眠るかな。眠れお前は。あ、効果がないんだ。なるほど、いた。これは恐ろしい試合になるな。妖怪液だ、溶かせ溶かせ、うれや。よし、いいダメージ。あー、もうミラーだよ。分かってるな俺が何をやるか。だから火傷の効果でかいぞ。さあ妖怪液いけー、ビロー。うん、ここはまだ来てはいけないっていうことがちょっと分かった。いいよ。お、みやびくんがレベル21、いいね。信じたけだ、レベル17、いいよ。おー、どんどん上がる。おかげさまで。あゆみ、あら、強いわね。カモだと言った相手に負けるのはどんな気分だい？どっちがカモだったかな？この先のトンネル、中は真っ暗だから、明かりがないと進めないわ。なるほど。まあでもとりあえずじゃあこっちはまだだったということで、あいつだけこっち来ないから、ここ触れないのか。よし、じゃあまあ戻りましょう。ポン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 。じゃあまた元のとこに戻って、次は事務戦になるのかな。ちょっとでもレベル差がねできちゃってて、ガウディとか、シンジ武田が他に比べてちょっと弱いから、そこが気になる。あれ？一回切ってもまた生えてくるんだ。よし。そこが気になるとこだよね。ちょっとレベル、もうちょっと、並ぶぐらいには上げておきたいな。ってことは、どっかしらで何かしらを捕まえるべきってことだよね。あとはその通れないって言ってた、なんかがいて通れねえみたいな言ってたところもちょっと見てみようか。おそらく次進むのそっちなんじゃないのかな。いや、違うか？右上なのか？わかんないね。次はどこに行けばよいのか。この先か。この先もちょっと覗いてみよう。お？どうした？マンドレ。ガホー。
マンドラは揺れる花を楽しそうに眺めている。よしよし。おーっと、こっちはエリートトレーナーがいる。で、ここはディグダの穴。何ですか、ディグダの穴。たまげたもんだ、この長い洞窟、ディグダが掘ったんだと。ほう？モグラじゃないか。モグラか？モグラポケモンか？あ！普通に襲われる。ディグダ。魔性のディグダ、捕まえちゃおう。よい！ナイス！レベル高めだな。18。ダメー。おい！これはエクセレント。かわいいなぁ。よし！やったー、ディグダを捕まえた。お、経験値も結構いいし、速さの飴もらえたぞ。おー、上がった上がったー。いいよ。靴下レベル21。ガウディレベル17。ガウディが火炎放射を覚えたい。いいねー。何よ、火炎放射。激しい炎を相手に発射して攻撃する火傷状態にすることがある。すごいじゃん、威力90。いいね。じゃあ、睨みつけるを忘れていいかな。1、2の、ポカン。睨みつけるを忘れて、火炎放射を覚えた。いいですよ。ディグダが登録されます。暗いところを好む、ほとんど地中で過ごすが、洞窟ではよく顔を出しているモグラポケモン。重さ 8.5、0.85kg。高さとかわかんないんだ。あ、高さは 0.2 なのかな。普通ってことで、ね、よしよし。じゃあ、ディグダの名前をつけてあげよう。はい。ディグダの名前は、暗い穴にしました。ホラー映画のタイトルっぽくていいんじゃないでしょうか。暗い穴、レベル18。ちなみに技というか、何ポケモンなの？地面か。体が丈夫。高速移動とかも使えるの？穴を掘るか。そうすると、被るね。寂しがり屋の靴下と。そうするとな、難しいよね。難しいなあ、このゲーム。わ、電気屋の親父だ。わあ、襲われた。ディグダに。でも、捕まえとこ。ずんどこ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 ずーん。よしよし。あ、襲われるな。ディグダが穴を掘りすぎて今、通行止めなんだ。穴を埋めてる間、クチバジムにでも挑戦したらどうだい？なるほど。ってことは、ここはまだですよってことか。はいはいはい。あ、危ない！あ、ちっちゃい！捕まえちゃう。ちっちゃいディグダ。モグラ地獄だ。あんまりもらえなかった。連続ゲット成功中。ふむふむふむ。じゃあ、ちょっと右の様子を見てみようか。エリートトレーナー強そうだよな。ヘイヘイ。11番道路ってゾロ目でいいよね。そんなゾロ目なコーチトレーナーは、俺。コーチトレーナーである俺に挑戦したいかい？ああ、上等だ。叩き潰しちゃるわ。かかってこい。エリートだかなんだか知らんが。こっちの雑草ポケモン、臭い花、マンドレの力を見せてやろう。ニーダ。新田さん。ほら、あ。ほほう。何か特徴があるのかな、コラッタで来るということは。前歯でガリガリするんだろうな。考えうる攻撃は格闘だよね。だから、ピカスケで十分な。いや、宮部くんとかでもいけるんじゃないかな。おいで、宮部くん。噛み砕く。大して噛み砕かれない。いや、噛み砕かれる。
防御力が下がった。噛み砕くって何なんだろう。宿っとこう。ここは他の人のことも考えて宿る。痛い。格闘じゃないんだな、噛み砕くは。格闘じゃないのなら、でも靴下出した途端になんかね、二度蹴りとかしてきそうな気がするんだけどな。どうなんでしょう。噛み砕く。それなら大丈夫。痛いな。だが、はいはい、宿ってるから回復します。いいね、だいぶ回復する。これはもう、岩落としちゃおうぜ。どんどん噛み砕かれる。あ、なんか2回噛み砕かれた。急所に当たったのか？違うか。岩、ズン！大して効かねえな。こういうノーマルタイプって難しいよね。弱点という弱点がわからないから。頭突きだ。ここはやめて。いいねー。うわー、めっちゃ急所に当たる。痛い。パンチ。頭突きと言いながらのパンチ強っ。その防御力下げられてるっていうのも効いてるってことなのかな。だからもうちょっと、もうちょっとだぞ。最後はできればガウディとかに経験値を分けてあげたいから、頑張れ。一発二発耐えてくれれば。噛み砕かないで。めっちゃ減るじゃん。24以上。あ、宿りで倒れた。なるほど、そういう勝ち方もありか。まあ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 。いやー、超強かった。君強いな。気分がいいからこれあげる。ピカチュウの飴を5個。なんだよ、ピカチュウの飴って。ピカチュウの飴を使えば、ピカチュウがずーっと強くなる。特定のポケモンの飴は、同じポケモンをたくさん捕まえたり、博士に送ると手に入るかも。なるほど。へぇー。そうなんだ。飴とか使っちゃっていいのかな？多分いいんだろうな。とりあえず回復しましょう。いや、もうちょっと本当、どこもかしこも強くなってきたね。俺のこの、足りない知識だと、なかなか苦戦しちゃって一戦一戦が大変だな。こうなるとさ、育てるっていうのも、やっぱちゃんと考えて育てていかないといけないんだよね。だから多分、俺の宮部くんとマンドレを一緒に育てるっていうのは本当は握手なんだろうな。でも、2匹とも可愛いからな、育てていきたいんだよね。おー、未来のチャンピオン。この先にはクチバシティジムがある。クチバシジムには木を切らないと行くことができないぜ。だが今のお前とピカチュウなら大好き切れるはずだ。早速試してみろよ。どちらかというとピカスケが覚えてるんですけどね。いったてがーどうじゃ。お見事、木を切り倒しジムへの道を開いたな。お前は別に待ってなくていいんだけどな。クチバシティポケモンジムリーダーマチス。ライトニングタフガイ。電気か。岩だから、地面タイプだな。でもさ、レベルがな、靴下推しになっちゃうな。いや、4度目もね、レベル14だからな。あと、暗い穴。ちょっとレベル上げようか。このまんまだと、なんか、すごい苦戦するだけになっちゃいそう。
宮部くんと4度目も変えて、マンドレと、クライアナを変える。うん。で、ちょっとレベル上げましょう。そういうのも大事だな。苦戦しつつあるからね。ちょうどいいでしょう。どうせならこの辺でレベル上げられたらいいんだけどな。お、アイテム拾っとこう。いい傷薬。ん？ああ、なんだこいつ！なんか見たことあるな。プリンみてえな。わあ！いた、見た、いた、いた、スリープ。なるほど、寝るポケモン。おい！こいつは可愛さがないね、一個もね。バックポケモン。おお、一発だ。やったー、スリープを捕まえたー。レベル17のスリープ。初めてですよ。スリープのデータが新しく登録されます。いつも一緒に眠ってみると、時々昔食べた夢を見せてくれる夜がある。指摘だね。催眠ポケモン。ほうほうほう、36.19 キロ。重たいな。この指の動き、すごいいやらしいやつだよ。よーし。まあ、名前つけてあげましょう。エスパータイプっていうのもいずれっていう感じなんだろうな。はい。スリープの名前は夢枕にしました。まあ、夢枕バクというところことです。じゃあ続いてレベルを上げていこう。もうアイテム先に取っちゃおうぜ。虫寄せコロン。わあ、なんかジジイがいる。この人たちと戦ってった方がいいのかね、それともね。ちょっと触ってみようか。おれ！坊主、ポケモンにズルはなしだよ。正々堂々やろう。おお、正々堂々とな。こっちのマンドレの眠らせてから吸い取るのを攻撃してやろうか、安行。ニドリーンの。うわ、強そうだな。ニドランの進化版ってコントかな。格闘やってきそうだけどなぁ。わからない。噛み砕くかもしれないから、ここは用途し。角で突く。大したことないね。よし。おれ！ああ、いいダメージ。これはもう次、頭突きとかでいいんじゃないか？ああ、二度蹴りはダメ！あ、でも。いや、痛いけど、まあ。パンチ！頭突きパンチ！どうじゃい。204の経験値。よーし。こんなはずじゃ、320円ゲットだぜ。正々堂々やった！後悔はしてないよ。そっか。じゃあまあ、お前がそう言うならいい。あ！捕まえちゃうぞ。ビバービバースリープを捕まえたー。203、なかなかいいね。おお、いいよ。靴下レベル22、4度目もレベル15、信じたけたレベル18。よしよしよし。お、信じたけたが乱れ引っかきを覚えたい。いいんじゃないですか。あ、ノーマル技か。でも引っかくよりいいよね。あんま使わないと思うんだよな、引っかく。左引っ掛けは、爪やカバなどで相手を引っ掛いて攻撃する。2から5の、あー、なるほど。この辺乱数なんだな。はいはいはい。命中率が下がるのか。なるほど。威力も2回の場合は弱いんだ。あー。まあ。でも、いいでしょう。左引っ掛け、行きましょう。いいよ。よーし。なんだこれ、こいつ知ってる。いた。前歯のやつ。前歯ポケモン。ラッタ。
これさ、コラモトがこいつになるってことかな。そうするとめちゃくちゃショックなんだけど。コラモトこんななっちゃうのかな。コラッタラッタってこと？すごいショックだよね、それは。コラモトはあのままでいてほしい。いやー、捕まえられん。この野郎。こら！前歯にぶつけてやるぞ、お前。よし！あった、を捕まえた。269、いっぱいもらえますね。いいよ。ピカつけ20よ。叩きつける？何叩きつける？ノーマル技。命中75威力が中、長い尻尾や角などを使い、相手を叩きつけて攻撃する。なるほどー。なるほど。ノーマル技1個あってもいいんじゃないですかっていう話なのかな。電気ショックがいらないっちゃいらないのかな。そうだね。多分そう。電気ショックの代わりに叩きつける。で、いいんじゃないかという話だな。はあ。よし。ポカン。ノーマル技があれば、いざという時になんか使う時があるかもしれないっていうことだね。多分。ラッタが登録されます。後ろ足にある小さな水かきで川を泳ぐのは水の中の餌を取るためだ。ネズミポケモン。あー、こいつはさ、コラモトの先っていうことで、名前つけないでいいのかな。まあ、多分そうだと俺は思うので送っちゃおうかな。うん。多分、コラッタでラッタにならないってことはないだろう。ラッタを捕まえた。461はでかいね。いいよ。4度メモがレベル16。乱れ引っかき。出たー。乱れ引っかきー。どうしよう。頭突き。このまんまでいい気がするな。このまんまで行きましょう。制御させない。うん。クライアナが19。よし。ラッタを捕まえた。いいねー。レベルすごい上がる。靴下が23。岩なだれ。なになに、強そうな技じゃない？ 10 回。大きな岩を激しくぶつけて攻撃する相手をひるませることがある。いいねー。頭突きがあるから体当たりがいらない。ポカン。いいね。靴下なんか、自分が岩であることを自覚しつつあるな。信じたけど19。よし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 。ラッタすごいもらえるね。4度目もらえるレベル17。いいよ。どんどん上がっていこう。駆け上がっていこう。ピカスケ25いいよ。ガウディレベル19いいよ。いいよいいよ。君たちいいよ。いいね、クライアナ。元が高かったからな、クライアナは。カボチャー。靴下24。4度目も18。信じたけだ、レベル20。官房長15。カンボチャー。お、カンボチャーがもう、カンボチャーこのままだと死んじゃう流れだけどな。カンボチャー、あんまりカンボチャー戦ったことないけど一緒に。もう成長するんですね。この田カンボチャーが。警視総監に。わー、なんだこりゃ。ユンゲラー。
すごい、ユリゲラーだね。若い子知らないだろう。ユンゲラーが登録されます。なんかうう背中気持ち悪、あ、尻尾かこれ。念力ポケモン。ユンゲラーが近くにいると時計が逆回転したりおかしなことが起こるらしい。なるほど、知ってんのかな。スプーン負けとか時計を止めるみたいなのことをやったりした気がするな。いいじゃない、官房長がスプーン負けを覚えた。官房長、手品を覚えてる場合じゃないぞ。サイケ光線、なんだなんだなんだ、なんか強くなったな、急に強くなったね。知らない間に戦える子になったんじゃないの、急に。官房長、どこへ出しても恥ずかしくない官房長になりました。サンド、ああ、いいね、いいね。サンドが上がったら、勝負を挑んでみるか。ラッタを捕まえた。979? それはすごい。わあ、全員レベルが上がった。靴下25。4度目も19。信じたけど21。ガウディ20。クライアナ21。クライアナが切り裂くを覚えたい。恐ろしいな、やっぱクライアナ。爪や鎌などで相手を切り裂いて攻撃する、急所に当たりやすい。いいじゃん。じゃあ鳴き声を忘れさせよう。いいね。官房長17。よしよし。あ、靴下の様子が。だいたい穴が開くとかだけど。どうなる靴下。まさかお前、手がもう一個生えるとか、足が出てくるとか、なのかな?うわあ、なんだこれは。ゴローン。すごいな。その前の抱えてるような腕は何なの?機能してるの?ゴローンが登録されます。山道をよく転がっている。通り道に何かあると、何があろうと一切気にしていない。すごいじゃん。いいじゃん。岩石ポケモン。いいね。強くなった。よし。これで、もう、十分挑めるでしょう。では。はい。というわけで、ちょっとレベルを上げすぎた感が、ちょっと楽しくなっちゃって捕まえるのが、レベルいっぱい上がったんですけど、基本的に、この、靴下4度目もクライアナの3人で、天気を攻略して、で、まあ、なんかあった時には、まあ、あんまり効かないと思われるマンドレと、ピカスケ。と、何かあった時、よくわかんないけど、ガウディで戦っていくと。じゃ、これで頑張っていきましょう。いざ、行くぞ!さあ、やってまいりました。わあ、なんかバケツいっぱい置いてある。わあ、なんだこりゃ。天気やばいことなってるぞ。あの人出れないじゃん。あんな格好つけてるけど。出れんだろう。へいへい。待ってたぜ、未来のチャンピオン。ジムリーダー、マチ少佐は電気タイプのポケモンを使いこなすタフガイだ。飛行タイプ、水タイプは相性が悪いぜ。麻痺させられない。ああ、なるほど。お、それとマチスは用心深い。簡単には近づけないぜ。あ、見たらわかるな。簡単には近づけないことが。マチス、認定トレーナー、スカシ。わあ、もうスカシでも越されてるじゃん。哀れ。観客は、まばらだね。あ、これなんか調べられるんだ、ゴミ箱って。この赤いのとかなんか入ってんじゃないの?赤いゴミ箱だ。それだけか。じゃあまあ戦っていきましょうか。まずはこいつらと。いくらポケモン上手いからって、ここは子供が来るところじゃないぜ。ほほう。言うじゃねえか。俺を子供だとな、達彦。達彦って名前さっきもいなかったっけ?コイル。はいはい。だからこの生まれ変わった靴下。見ろ!この靴下、もう靴下が履けるぞ。
ちょっとくるぶし下までのソックスなら履けるようになったからな。じゃあどうしようかな。岩落としで。もう重量感ありすぎる。あーあ、そんな、あれ、なんだ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 、あーなんだ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 、混乱しちゃう。電気って岩も電気が今一つなのか。それは知らなかったな。そうするとこれ微妙だね。頭突きで押していくしかないか。混乱がどうなのか、混乱しているのか。あ、でも頭突きは行く。よし、効果今一つ。頭突きも今一つなんだ。そうするとやべえな、計算が狂った。靴下じゃ抜けない。頑張れ。あーでもひるんで技が出せないのはいいね。ひるませとけ、ずっと。あー混乱、混乱してても、バカめ、うちの靴下は混乱が効かないぜ。今一つで抜いたな。そうかー。お、マンドレが上がった。おー驚きだ。そうだろう、まさかこんな形で勝っていくとは思わなかったの。20ロックのヒントをあげよう。第1ロックを外したら第2ロックを連続で外せ。2つのロックは上下左右で隣り合わせにあるぜ。何の話だ、ちょっとわからないな。お、スイッチがあった。はぁ、電撃バレーの第1ロックが外れた。うん、これでじゃあ外れるんじゃない。あれ、ロック解除された。完全に解除した。こんな完全に解除しちゃっていいんだろうか。どうしよう、ちょっと予想外だったな。電気に何が効くんだろう。俺のメモだと草は電気今一つだったんだよね。で、岩も今一つか。そうするとな、じゃあこの4度目も暗い穴もダメージを出していけないってことか。いや、地面なら効くのかもしれない。でもそうすると穴を掘るしかないぞ。岩が効かないのかな。地面と岩がそうか違うからな。そこ難しいとこだね。ちょっとこいつで様子を見よう。なんだこのメガホンお兄さんは。俺は体力ないけど電気の扱い買われてここに来たのだ。うん、電気グループ、え、電気グループなの。電気グループか。踏みよう、ちょっと似てるな、ボーカルに。キスキスキスじゃない。さあ、マルマインと4度メモの勝負です。穴を掘るだとどうなんだろう。ちょっと待って、バカ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 、お前急に何よ。あっ、大して聞かなかった。かわいそすぎるだろう。何やってん。よかった、あんま聞かなくて。地面に潜った。うわー、そのまんま潜るんだ。これは穴を掘ったから次のターン攻撃できんだよね。だからそのまんまで、どうせまた自爆とかしてくんじゃねえの。お前戦い方おかしいよ。スピードスター、なるほど、当たらない。穴を掘る、ドン。おお強い、なるほど。地面タイプだ。地面タイプは元気に効くんだ。岩と違うんだな。地面が電気抜群。よし、賢くなりました。4度メモがレベル20。いいよ。ヒュー、しびれた。ってことは穴を掘るしかないんだよね。分かった、言うよ。赤いゴミ箱の隣にはスイッチはなさそうだぜ。いや、もうスイッチの話はいいんですよ。
そうか、靴下ってさ、穴を掘る覚えられたっけ？あ、覚えられるんだ。いや、なんなら、ピカスケもガウディも覚えられんだな。交代で出てきた。でもな、なんか後半なんか使えそうな気がする。岩に弱いやつらと戦うときになんかこのステルスロックが輝く瞬間があるような気がするんだよな。技マシン頭突きがあるから、頭突き一旦今回は使わないで、穴を掘るにしても良いのでは？よし。靴下が穴を掘る。もうそれは靴下の穴だよね。よし。傷薬で4度目もちょっと回復しといて、穴を掘るがでもまあ強いということが分かりましたよ。さあ来いジェントルマン、勝負だ。軍隊にいた頃はマッチする両者にビシビシ鍛えられたぜ。お前年齢ではだいぶお前のが年傘植えたけど鍛えられたのか。オルソン、ピカチュウ。なるほど、行っておいで。4度目もさあ穴掘るぞー、どんどん穴掘るぞー。電光石火、それはちょっとやだな。でもまあまあそんなものか。さあ穴掘った。もう震えるがいい。レベル22は高いな。電光石火バカめー。よいしょい、強よし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 、穴を掘る強いなー。いいね、なかなかの腕前だ。そうだろう、今度は俺が鍛えてやっても良いがな。部屋が開かないのか。いや、もう大丈夫です大丈夫です。これもうあとはゴミ箱なのかな。なんでゴミ箱なんだろうね。別にさ、ゴミ箱じゃなくてよくない？なんかあんのかな、ゴミ出すやつのかな、こいつよく。ではこのまま勝負を挑みますか。大丈夫かな？ 4 度メモでいいかな？大丈夫だろう。勝負だ！ Welcome to クチバジム。Hi baby, you got challenger? はっはー、そんな半端なパワーでミーに勝負を挑むとはいい度胸ね。そんなバトル、ポケモンバトルそんなに甘くなーい。みんなビリビリ痺れさせてあげます。上等だ。かかってこいよ。そんなわけわかんねえ。外国人風の日本語。わ、変なポーズ。音楽かっこいい。3匹か。ビビリ玉。自爆はやめてね。ほんと自爆してくるからな。そんなの先方と言えねえよ。穴を掘るぞ。スピードスター。さすがに。いや、いや、いって。だが、次の攻撃は、確実に当たるので、これ、ああ、なるほど。よし！あ！なるほど！そうか。一発じゃないか。ここで交代きついな。でもこいつまたスピードスターやってくるよね。ってことは、靴下の方がスピードスターには耐性があるのでは？ガゴー、スピードスター、そんなに効かない。この体力なら地面じゃなくても いけそうだけどな。イワナだろう。うん、痛い。イワナだれ、どんな感じ。ウォーン、よしよし、ふう、いいよ。4度目も164。ライチュウ。ライチュウってピカチュウの進化じゃん。まあ、そのまんま戦うけど。あー、でも、格闘があるか。うわ、可愛いような、ちょっと可愛くないような。格闘系の技があるのが嫌だな。ありそうだよね。穴掘れるか。あー、やっぱ二度蹴りあるか。痛い、あー痛い、
だが穴を掘る。で、これで一発じゃ落ちないかな。レベル26高いな。二度蹴りをかわし、穴を掘る。ドン！ドーン！一発！いいねー。やっぱ靴下だぜ。ライチュウかわいいな。コイル。これはそのままで。一ターン目に回復を入れて、あ、待って。一ターン目に回復、靴下を、すごい傷、いい傷薬かな。700円ぐらいかかるけどね。回復して、よし。ソニックブーム？なるほど。穴を掘れ。よし。こっちの方が先制取ってるね。でもそうすると出てきた時に当たっちゃうのか。スン！はい。強いなー。地面の攻撃も。お、マチスさん、そんな程度でしたか？おう、ノー！ユーの強さ、トゥルース。つまり本物。自分で訳したな。4000円ももらえた。どうじゃい？そんなもんか。オッケー、オレンジバッジやるよ。よーし。やったー！オレンジバッジもろた。お！なんかもらえる、気持ちもらえるぞ。あー、いらねえな。一番いらない。今までのプレゼントで。一番いらないぞ。どうする？これでいいか？お前最下位だぞ。なんかプレゼントくれる人たちの中で。ん？お！伝わったね。なんかまたくれる。技マシン36。10万ボルト。なるほど！電気ビリビリ10万ボルト。おー、ということはピカスケがこれで10万ボルトを忘れても、ってことだね。覚え直すことができる。それは嬉しいな。あ、そしてピカスケがなんか、何かを、訴えてる、こっちに。メガメガジュー！緊張でヘトヘト。でもまだ頑張れるって顔。大丈夫か？秘術。ああ、なるほど。ちょっと緊張してるらしい。餌あげよう。これあげてみよう。バナナみてえな。いいだろう、これ。よーし。あ、あ、ぷよぷよの、ほっぺ触る。なんかハイタッチしようとしてる。はい、へい、ハイタッチ。あ、違う違う。あー、すごい嫌な感じになってる。うー。うーい。はい。ハイタッチ。ハイタッチが難しいね。あ、尻尾が下がった。じゃあ今日はこの辺にしときましょうか。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。